て入る列車の懐かしさ、上野はおいらの心の駅だ。くじけちゃならない人生があの日ここから始まった。に揺られて着いた遠いあの世を思い出す。上野はおいらの心の駅だ。配達帰りの自転車を聞いてる国なり、見つめていたら母の笑顔になってきた。上野はおいらの心の駅だ。お店の仕事は辛いけど胸がでかい夢がある。